皆さんご心配おかけしてすみません。井上由紀です。今、日本の、病院で入院しています。で、ちょっとこの、3、4ヶ月前からちょっと体調が悪くって、不正出血がずっと長く続いてたりしたんですけど、そうですね、1ヶ月ぐらい前から、少し、そうですね、目が、ちょっとこう、ぼやけてきて、で、それで、8月の、後半ですね、ちょうど、不正出血の出血止める薬を飲んでから、次の日に、もう両目とも、もうほとんど見えないような状態になりました。まあ、それはタイミングがたまたまで薬は関係ないんじゃないかとお医者さんはおっしゃってます。で、ブッダガヤの、ガヤの、眼科や、あとパトナの脳神経外科とかですね、目が見えなくなるのと同時に、頭が、頭痛がひどくなって、それまでもちょっと頭痛はあったんですけど、それからもうどん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 もう痛み止めなしではもう立ち上がれないぐらいすごく頭が痛くて、でそれでパトナの脳神経外科の医者さんに、見てもらいました。で MRI を取ってもらったところ、脳の中は、大丈夫ということでした。で血糖値が上がってるっていうので糖尿の薬だけもらって帰りました。でそれからもどん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 目がですね見えなくなってきて、で頭痛がどん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 ひどくなってくるのでどうしようかなと思ってたんですけど、もう上の娘がもうこれはダメだからもう日本に帰って、病院に行った方がいいよということで娘が飛行機探してくれまして、で私は仕事があったのでなかなか決心できなかったんですけど、娘とかみんな家族が、行け行けと背中を押してくれまして、でそれで、まあ、目が見えない中ちょっと一人旅ちょっと怖かったんですけど、パトナまで主人が送ってくれて、でパトナから、デリー経由で、最初はアムステルダム経由の関空車区を取ってたんですけど、それがアムステルダムからの関空の飛行機が全部キャンセルなってたみたいで、で結局デリーから出られず、そこで3日間ぐらいデリーのホテルで、待機してました。で、そしたらたまたま東京に転勤になられた、方がですね、いらっしゃいまして、で主人が連絡してくれて、で一緒に同じ飛行機で日本人の救済便で JAL が何本か出てまして、それに、乗ることができました。でその飛行機も日本の連絡先だったので、私の携帯が国際電話かけられないのでどうしようかなと思ったら、日本で大学生してる長男が、電話をかけてくれて、全部予約や支払いなどしてくれました。で日本の家族も協力してくれました。でそれでもう本当に奇跡的に飛行機が見つかりまして、でその転勤になられた方に付き添っていただいてで車椅子初めてですね、車椅子に乗って空港の中、ずっと通って、で日本に、帰ってきました。で、羽田空港で、コロナの検査を受けました。これは、唾で検査する抗体検査で、抗体検査、ネガティブでマイナス陰性ですね。で、空港を出られまして、で、その、転勤になられた方のまた、なんとラッキーなことに関西方面のご出身で一旦実家に帰られるということで、便乗させていただいて、実家まで、京都の実家まで送っていただきました。これももう本当に奇跡ですね。本当にありがたかったです。
で、それで京都の方が戻ったんですけど、隣の奈良のある、病院が、眼科がすごく、いいということで有名っていうのを父親が聞いてまして、で、それで、そちらの、こちらのね、病院に、来させていただきました。で、それでいろんな、目の検査をしてもらってから、初診の先生が、目を見てくださって、で、それ全部のデータと、目を見てくださった1分とですね、まあデータとか、検査自体は2時間ぐらいかかったんですけど、で、もうすぐに、病名を言ってくださいました。病名がですね、ちょっと左目がね、ぼんやり見えるんですよ。で、こうやってこう、大きな、マグニファイドグラスですね。なんだっけ、これ。虫眼鏡。虫眼鏡で。そうですね。病名がですね、ここですね。小柳原田病というそうです。で、これは何かというと、メラニン色素に対する自己免疫性の炎症が、起こっていますということで、ですね、で、これからというか、昨日から始まったんですけど、ステロイドの点滴の治療を、受けることになりました。で、今、どんな状態かと言いますと、網膜剥離になってます。網膜、目の奥の膜ですね。網膜が、剥がれてます。まだ全部じゃなくて、部分的なんで、左目も部分的で、右目はかなり剥がれてるんで、ちょっともう右目はほとんど見えないんですけど、治療によって、その炎症によってその水が溜まって剥がれてるのが、少しずつ戻ってくるらしいんですね。で、完全には元には戻らないんですけど、多少視力が戻ると言われてます。で、あとですね、頭がすごく、ずっと痛かったんですけど、1ヶ月ぐらい。で、それがですね、なんですかね、これを何て言うんですかね、脊髄から髄液を抜いて調べてもらったんですけど、髄膜炎ですかね、髄膜炎、無菌性の髄膜炎で、これもその髄膜に、メラニンの色素が、たくさん含まれてるそうで、で、そのメラニンを、免疫が攻撃敵だとみなして攻撃して、で、それで髄膜炎が、起こっているそうです。で、昨日のステロイドを、治療を受けてからですね、もう本当にもうすっきり、びっくりするぐらい、もう頭痛が治まりまして、で、目もですね、少し、昨日よりは今日、少しクリアに見えるようになっています。左目なんですけど、今日は体温計が裸眼で、この虫眼鏡なしで体温計の数字がぼんやりと見えました。だから少しずつ、治療によって回復していくと思います。まあ、このままほっといたらもう完全に失明して、で、髄膜炎がひどくなったらもしかすると死んでたかもしれないです。で、幸運にも、もう本当に、飛行機も、付き添ってくださる方がいらっしゃったり、で、それで家まで送っていただいて、で、病院もすごくいい、病院が見つかりまして、で、本当に、良かったです。で、皆さんに本当にね、ご心配おかけして、申し訳ありません。で、応援のメッセージとかね、励ましのメッセージ、たくさんいただいてるみたいなんですけど、ちょっと目が今、見えないもので、全員にね、一人お一人、お返事できないので、本当にすみません。また元気になってから、目が見えるようになってから、ぼちぼち、お返事できるかもし れません。お許しください。で、必ず元気になって、戻りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。